けど、そんなこと言い出せないから、せーの、生まれた時から向かい同士、同じ餅屋の息子と娘、僕はこの幼馴染の女の子に恋を、めっちゃ見てるね、タマコのこと。はぁ、でも見てるだけだね。タマコ、こうタマコ、俺な、何話って、商店街の話？あ、いや、お餅の話。餅でもねえよ。え、じゃあ何？ダイヤル回す、それだけなんだ。タマコ、うわー、落ちる。タマコ、俺さ、東京の大学に行くんだ。だからその前に自分の気持ちを、俺めちゃくちゃタマコが好きだ。え、ちょ、もちぞん何言って、だけどそんな勇気も出せないから。聞いてくれる？いつもどんな時も近くにいて、一緒に大きくなったから、なんか大人になっても変わらないと思ってたんだ。私はよくわからなくなって、どうしたらいいのかな。後悔の苦さは何かをした証、一つ一つ味わいになる。うん、わ、おじくんすごい。タマコ、王子くんに好きって言われてびっくりしちゃったんだ。王子に返事しないの？なんかね、私ももう高校3年生なんだなって思った。留学するか悩むより行ってみちゃおうかなって。最初は誰でも何もかも初めてだよね。私は高いとこ登ってみますかね。タマコラブストーリー。うさぎ山商店街のみんなは寂しがっているだろうな。